変だ。誰かを笑い飛ばさなきゃ、自分を許せないような、くだらない人間のこと、君はどう思う？ねえニア、他人の歩幅を眺めて、意味もなく駆け足になる、つまらない人間のこと、君はどう思う？ねえニア。気分次第です僕は敵を選んで戦う少年、叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってた、そのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなった気分で、明日よ明日よもう来ないでよって、そんな僕を置いて月は沈み日は
こんな世界となり誰かの生きる理由になりでしょうか。これは僕が今君に送る最初で最後の愛の言葉だ。街も人も歪み出した
験を次に生かしましょう。Keep
最高には